大阪国際空港殺人事件とは、山村美佐の短編推理小説集及びその、表題作。小説現代1987年3月5月7月号に、掲載された大阪国際空港に勤める、税関調査官、今井陽子を主人公とした3つの中編を集め、同年7月に講談社から、ノベルス版が刊行された。収録作の一つ、 二世ダイヤ殺人事件は二度テレビドラマ化されている。税界検査官、今井陽子光ユダイヤモンド殺人事件は、2003年2月19日に、テレビ東京、BS ジャパン共同制作、女と愛とミステリーで放送された。主演は、ナトリユコ。キャストスタッフ、山村美沙サスペンス京都、現氏物語殺人絵巻は、2010年11月12日に、 フジテレビ系、金曜、プレステージで放送された。主演は、浅野優子。キャストスタッフ、山村美佐サスペンスクロの滑走路は、2012年から2014年まで、フジテレビ系で放送されているシリーズ。主演は、浅野優子。放送枠は、金曜プレステージ、土曜ワイド。舞台は、前作、京都、源氏物語殺人絵巻の関西から東京へ移る。 また、今井陽子、胸片優子、霊勢春樹、大川かえ、は引き続き同じ役者が務めるが、職など、人物設定が多少異なる。キャスト警視庁、羽田空港警察署警視庁、捜査一課ゲストスタッフ放送日程税関検査官、今井陽子光湯ダイヤモンド殺人事件に関する、カテゴリー、京都、現氏物語殺人絵巻に関するカテゴリー、 黒の滑走路に関するカテゴリー、ありがとうございます。